ドルアーガの塔、邪神の名を冠した巨塔は今では英雄ギルガメス王の力の象徴へと姿を変えていた。メスキアの町で無意な日々を送っていたジルはカイと名乗る少女から一つの頼み事を受ける。自分に背を向けたカーヤと同じあの言葉。私を塔のてっぺんまで連れて行って。エンターテインメントとご覧の提供でお送りします。サルコ通り見当たりません。ここはもういい。ガルファ広場に向かう。オギー、こいつも違う。親衛隊長さん、これこっちだよね。ああ違う、西側の集積所だ。え、おかしいな。見せてみろ。戒厳令。こんな時間に何をしとる。貴様こそなんだ。今は戒厳令。失礼しました、ケレブ様。緊急手配の捜索中でして。お前、バルクストーム隊におったやつだな。人探しか。え、あのケレブ隊長、ドルアーガを倒した。はい、黒髪の少女で5、6歳、頭にティアラを。知らん。子供相手に随分と大掛かりだな。我々もよくは知らないのです。黄金騎士団からの要請でやむなく。チッ、奴らか。ですからこの俺が目を光らせてる。怪しい奴などここにはいない。あ、失礼しました。もう行ったぞ、出てこい。すみません。伝説の巫女だとでも言うんじゃないだろうな。それがどうもそうらしいんだけど。カイなんて名前よくあるじゃない。それでいきなりこの子を連れてまた塔を登るって言い出してるのよ。隊長さんもなんか言ってやってよ。
なら、こいつらを幻の塔に導いてくれるのか。いけるらしいぞ。あっさり信じないでよ。あれから天空の宮まで行ったけど、何を試しても幻の塔なんて現れなかったし。っていうか自分で取りなよ。っていうか私やります。で、早速旅支度始めてるし、どういうつもり？いや、ファティナの鍋も入れてあるから。そういう問題じゃないでしょう。お、なんだ貴様、今日はもう店じまいだ。お、ウトゥじゃないか。半年もどこへ行ってたんだ。さあ早く入れ。ったく、これだよ。とにかく私は反対よ。静かに。何の当てもないのに今さら塔を登るなんて馬鹿げてる。いいからさっさと支度してこいよ。だから行かないって言ってるのよ。しっ。ファティナ、どうしてよジル。新しいことを始めようって話したばかりじゃない。それを今さら。でも確かめたいんだ。上で何が起きてるのか、カーヤとニーバがどうなったのか。興味ないわ。そんな。ニーバ、カーヤ、あんな連中どっかでのたれ死にしてるわよ。いい気味だわ。大体あんたはぐうたら寝てばっかりだけど、私は違うの。ちゃんと仕事もあるの。明日だってバビリム老人会の団体さんを朝から迎えに行って、しょうもない観光コースをうろうろと。